の強打者がいなくなったということを伝えていける選手が確かにいなくなった。そういう意味ではホークスはいいですね。とキャッチャーは俺らがいるとね、キャッチャーは俺らがいるとね、キャッチャーは俺らがいるとね、打って三遊間、打って三遊間、ランナーが回ってきました。ノーアウトランナー2塁、沈んだ一塁二塁か。このバッティングです。まあ、追い込まれてもこういうことしようかなかったと思います。今のはシーフォーですね。まあ、うまく打たれたと思うんで拾いましたよね。今度は1位蹴って2塁に向かう勝利は勝利しただけ。ルーベースとカルコメラスが勝ちた大話になりました。今シーズン6回目の大話、ここも詰まった当たりがと面白いとヒットになりました。そして中は3塁行く、ボールバックやツーベース、ワンダウンランナーが2塁3塁です。バッターが出ました。逆方向、レフト側の左側フェアで咲いています。山川セカンドストップ、ワーレフト線いっぱいのところ森が入れてきました。ワーランナーが入れる、見えたボールは振るよって言いたいかと思うんですよね。低めに進むところがライトのラインを落としていきました。低めに乗せました。素晴らしいですね。そんな中、自分がキャッチャーで試合に出るようになってですね、体験ってところも勉強してると思うんですよね。その中で自分へ爆風さばいたライトの右、森友哉二塁にプレッシャーをかけていませんで、このバックを忘れました。レフトレフト山川は二塁を待ってスプリシャレンドミストレス、杉足に変えて合わせたライトの前、あ、そうですか。センターへ幕持っていく。